皆さんこんにちは。ここに書いてあるように無理心の変遷ということでね、ちょっとお話をしたいと思ってるんですね。でよく中上級ってね、まあ単元というか、まあコースがありますよね。でこの概念っていうのは旧式の時に生まれてきたと言っても過言ではないんですね。で旧中上級何やるかというと、基本的に担当ってやらないんですよ当時ね。で一応担当については自分でやると言っておりました。で旧式においてまずですね、1年目において入門講座をやって、そして自分で担当の問題解いてってやっていたんですね。で一応あれじゃないですか、終わった後で論文の方に向けて中上級と私やっていたんですね。で違うんですよ、資格者の試験の内容が。で旧試験の場合については、担当式試験は条文の要件の効果ないしは原則という例外でしょうかね、それを押さえておけば解けたんですね。ただボーダーが高かったっていうだけです。でこの一方で論文式試験ですね、お家に帰って一回見ておいてください。平成9年ぐらいからずっと書いてある問題あると思うんですね。でちょっと違うと思うんですよ。事務処理系ではないっていう感じしません？いわゆる書く量は今の 1.5 倍ぐらいあります。約3000字書くんですけど、問題文章がこのくらい短いですね。でそこで自分の見解について論じろとなっていたんです。でそうなるとね、条文の当てはめだけではダメなんだよね。見解単位で他の見解を示して自分の見解はこれが妥当だと、説得しなかったら受からない試験だったんですよ。となると担当終わっただけでは当然、要するに要件効果分かってるだけでは当然書けませんので、中上級っていうコースがあったんですね。で今それ踏襲しちゃってるんですけど、最近の試験ってどうなってるでしょうか、特に受験生が1万人になった。でそうなると客観的採点ってしなければいけなくなってたんですね。でそこで担当式試験ないしは論文式試験って様変わりですね。特に論文式試験、ね、昔は、書典で採点してました。でこれでも良かったわけですよ。だけど受験者が増えてしまって担当の合格者が増えてしまうならば、論文受験生って増えてしまったでしょ。そうなるとどんな試験出ますかね。担当に近いようなものが出てくるわけですよ。担当チェックですね、今年もそうでした。10年もそうですよね。一部の科目を除いてはほとんど担当に近いしんですよ。となるとね、担当さえできるんだったら多分論文式試験の特殊な勉強、修士であったりとか、あるいは何だろうな、多少の書き方で、これって数回やってしまったら本当は終わるはずなんですね。終わるはず。でしたがって自分の講座って中上級っていうクラスはないんですよ。でその代わり担当式試験、この担当式試験が論文以上に難化してます。で客観的にパッと切れるからでしょうね。でどう違うかと、特に近似の担当式試験は条文の要件効果原則例外だけじゃなくって、ちょっと裏から聞いてくるんですね。でそうなるとなかなか解けないですよ。で言ってみたら誰を聞いているってことになるんでしょうかね。条文の深さを聞いているという試験からでした。だから昔の論文的な思考と少しかぶったところが今の担当式試験なんでしょうね。だけど丸バスで決まってるじゃないですか。パッと切りやすいですよね、採点としてね。でそれで残った方に続いて採点となりますんで、担当チックでもいいんでしょうね。でまたやりやすいということになっています。となるとまずはこの担当式試験ですね、これをいかに解けるか、これが今最大の関門なわけですよ。昔は担当を通るのに、そうかな、大体2、3年ぐらいですかね、かかって、その後に論文を含めると5、6年がそばでした。今違いますね。担当がこれ難しいんですよ。担当さえ通ってしまうならば、その年かもしれませんし、翌年、早ければ2年ぐらいで受かりますね。超早ければ1年という方もいらっしゃいますね。昔はないですから。ね、ただ平均的に言うならば、3回ぐらい受ければ受かると思っています。ここはね、だから何をこれ講座の中でやりたいかというと、担当についての撤回なんですね。何かしてる昔と違って、単に条文の要件ないしは効果だけであるならば、これって自分で多分解けますよ。じゃあこういうのについて青本を読んで自分で解けるんでしょうかと記者がやっぱ知るんですね。で読めて分かるんだったら誰も苦労しないですよ。で、アホンのあそこに書いてある文言というのは、英文解釈でならば英和辞典に似ています。 get は l って書いてあるだけでしょう。でもいろんな用法ありますよね。でこれに従って法
翻訳することを求めているのが論文式試験なんですね。だからあそこに書いてある内容について書いて、ね、書ければいいんですけど、理解しなかったら本当は上がったことにならないですよ。でそれが難しいっていうのが担当の難科っていうところになるんでしょう。で自分の講座、まあ、今回は悪性でやりますけど、担当コンプリート、名前のように悪性と言ってるわけではありません。ですから担当を書くことによってコンプリート、論文にもつながっていくんだというコースになります。で特に担当が難しくなっていて論文チックになったと言っておりますので、担当さえコンプリートできるんだったら論文つながっていくんですね。これが一番現実的ですし、またやりやすいわけですよ。勉強の仕方としてもね、担当って決まってるじゃないですか、丸かバツかって。でそれに向けて論理構成してなぜなのかってやっていきますからね。これやってるのはこの講座だけとなりますので、もしねこれから受けたいという方、一番現実的なのは担当コンプリートという講座からと自分で思ってます、ね、まあそういうこともありますので、ガイダンスぜひしてもらいたいと思っています。あとはここに書いてあるように、今個別相談ってやってるんですね。これから始める方、あるいは担当式試験、あるいは論文式試験がうまくいかなかったっていう方ね、で担当的な思考が実はダメなんだって方ね、ぜひこの個別相談について来ていただきたいと思っています。1回目は9月11日の4時から6時まで、2回目が9月19日の5時半から9時、7時半までやっておりますので、渋谷駅前本校にご来校されるか、さもなければご連絡いただければと思います。